メインデルト・ホッペマは17世紀のいわゆるオランダの黄金時代に活躍した風景画家でヤーコプ・フハンドイスダールの後継者として位置づけられている。マインデルト・ホッペマと表記されることもある。ホッペマの経歴には不明な点が多く、絵にあるサインの年代から考えると彼の活動は1650年から89年頃まで続いたと考えられるが矛盾がある。 ブルーデルコレクションにある A、ウッドットストリームと呼ばれる作品は1650年のものであって、フォードコレクションにある木々の下にある小屋は1652年である。それらの絵のカンバスには、ホッペマの名前は見られないが、ホッペマの最も初期の作品だとすると12歳ないし14歳で描いたことになり、その画家が1638年生まれなどとはありえないことである。 この時期についての矛盾は以下の経緯によって起こったと考えられる。ホッペマの絵をロイスダールの作品として売ることにより利益を得ることが行われた。ホッペマの才能はこのようなことを通して通常とは逆のパターンで認められるようになった。ホッペマの才能が認識されるとそれまでとは反対のことが起こりホッペマの名前を利用したり架空の日付をつけたりと詐欺のようなことが起こるように なったのである。経験豊かな目で鑑定すれば、ロンドンやロッテルダム、グローブナーやバンデアフープコレクションのギャラリーに飾られた、よく知られているホッペマの絵のサインに違いがあることがわかる。ホッペマのものとされる絵の日付に疑問があって、記録や年譜と称号しようとするなら、ホッペマの生涯に起こった次に述べるような事実を知っておかなければならない。ホッペマは1638年に、 アムステルダムにおいて生を受けた。前述のように経歴には不明な点が多いが30歳の時にアムステルダムの旧教会でエルチェ・ビンクという女性と結婚した。その結婚式には神父の兄であるコルネリウス・ビンクとヤコープファン、ロイス・ダールが出席していた。このことからホッペマとロイス・ダールという偉大な風景画家同士が友情の絆で結ばれていたと仮定することができる。 少なくとも1660年の文書で、ホッペマがロイスダールの下で数年間修行していたとロイスダール自身が述べているように、ホッペマの初期の作品は死の影響を濃厚に受けている様子が伺え、口述するように見分けがつかないほどである。ホッペマは1668年にアムステルダムの軽量館に任命され、同年から1673年の間に4人の子供を設けている。 1704年に妻のエルチェビンクは亡くなりアムステルダムのレーデン墓地の平民区域に葬られた。ホッペマ自身は1709年の12月まで生きた。その月14日にアムステルダムのウェスターカーク墓地の平民区域に埋葬された。ホッペマ夫妻はローゼングレイクで夫婦生活を送った。そこはレンブラントの住んでいたところとそれほど離れてはいなかった。 レンブラントはそこで貧しい後半生を送っていた。レンブラントとフランス・ハルス、ヤコップ・ファンド・イスダール、ホッペマはそういった点で似ている。彼の死は惨めでロークの割には報われないものであった。おそらく彼らの業績から考えて釣り合わないものであった。ホッペマとロイスダールは後世から見てオランダ風景画の最終段階と考えられている。ホッペマとロイスダールの絵画の技法は 前者と後者が全く結びつかないとは考えられないほど関連性がある。未だにホッペマとロイスダールの作品は異なる点もあるが、はっきり区別するのが難しくホッペマを真似た画家や、先行するイサーク・ファン・ロイスダール、ヒリス・ロンバウツ、ヤーコップ・デ・フリース、コルネリス・ヘリッツ・デッケル、ヤン・ローテン、アドリアン・ヘンドリクス・フェルブーム、ギョーム・デューボア、ヤン・ファン・ケッセル、ホリス・ファン・デル・ハーゲン。 フィリップスコーニンクさえもわずかな違いしかないので、ホッペマの作品を選び出すのに躊躇を覚えるくらいである。ホッペマは、自らの工房での鍛錬において、すべての着想を乗り越えることに勤勉であった。ホッペマが樹木と池垣、水たまりと水車のようなもの言わぬ実物を捉えて、完全に習得したように誰もが完全に描けるとは、信じがたい。それとも、 ガーダースやオランダの国境付近のウェストファリアで言われるようにホッペマが同じ場所に住んでいることによって神秘的な能力を得たというのも信じがたい。ウェストファリアのある国境地帯で毎日のようにホッペマが様々な光の当たり方を見ながら木の枝を観察し季節によって移り変わる鬱ッと木々に囲まれた木陰の小屋や水車で全てを学んだのかもしれない。 ホッペマの描く風景は激しいものや穏やかなもの、双方あるが、一般的には、オリーブ色の色調が中心で、しばしば、新京都的な灰色と呼ばれる色ないし、小豆色が用いられ調和を保っている。ホッペマの絵画には、樹木の様々な葉の付き方を表現するのみならず、大胆なタッチと、細やかな仕上げがなされ、目を見張らせる。特に驚かされるのは、 雲を透過する弱い光が一時的にないしは、確実に大地の異なる部分を照らし、この葉を透過した光が別のこの葉を照らす様子などで、このような光が透過して、別の場所を照らすような表現は、ホッペマの作品の中には、繰り返し見られるものである。ロンドンのウォレスコレクションにある、農家のある森の風景では、手前中央やや左にある道はしばらくはやや右上に、向かって流れる川に沿って、 平行に走っているが、やがて右側に屈曲し、小立の中にある、画面右端の家へ向かって続いていく。画面手前と川の対岸には、火が当たっているが、画面の右側は、薄暗いという全体的な明暗の対比があり、影になっている部分にも、草や幹などに、木々の隙間から漏れたと思われる日光が当たっており、その光の当たり方も、 画面の中で微妙に異なって、絶妙な明暗の対比と立体感が表現されている。メインデルトホッペマ、ミッテルハルニスの、並木道、1689年、キャンバス、油彩、103.5×141 センチメートル、ロンドンナショナルギャラリーホッペマには、ロイスダールのような多彩さはなく、例えば光源や岩でできた小高い丘陵、丘陵やエリエなどの表現については、 ロイスダールほどは研究しなかったので、ロイスダールに付く評価をされる。しかし、優れた風景画家であることは、間違いなく、機械さえあれば、ほっぺまは、小さな小屋の近くにある水たまりやゆったり流れる、大河の水面にあらゆるものが映っている表現や、水車を忙しく回すような渦巻く川の流れの、表現を見事に描き切ったであろうし、そのような場所があれば、 複数の作品を残したように思われる。ホッペマの描く一つの水車は彼の絵を見る者を魅了してやまない。ホッペマは非常に貧しい生活を送り亡くなった。そのため彼の住んだ場所には美術史的に彼のことを位置づけられるような年代資料は残らなかった。また、ホッペマ自身の自画像も残っていない。ホッペマの作品のうち最も優れたものは 1663年から1667年にかけてのものである。ベルギー王立美術館の風車や前述した農家のある森の風景は1663年頃のものとされ、この時期の代表作の一つである。ブルッセルのギャラリーとセントピーターズバーグのギャラリーにいくつかの優れた作品がある。著名なミッテルハルニスの並木道を含むロンドンナショナルギャラリーにあるいくつかの 作品は1689年のものである。ブレイブド・城の廃墟の2点は1667年のものである。晩年の作品のいくつかのものはケンブリッジのフィッツ・ウィリアム美術館にあり、その他の遊品はアントワープ王立美術館にある。アムステルダム最古の教区教会で1306年にユトレヒトの大司教の命によって建設された。現在は アムステルダムの風俗街である、飾り窓地区の一角にある。詳細に言えば、土壌校の検査に関わる役人のうち、アムステルダムの市長のお声かかりで、ワインの修繕を行う職に就いた。高級であったため、画業をまともに行わなくても良くなっていた時期があった、ようである。英語版原文ポーパーセクション。直訳は、貧民区域、教会の母園が、 財産や身分ごとに区分されていることを示す。英語版原文には、ザスティールライフとある。スティールライフは、生物画の、生物のことをいう美術用語として使われるが、日本で、生物画といった場合、花や果物などは対象にしても生けがき、水たまり、水車といったものは、一般的には、生物として扱わない。英語版原文らしと、小林より子。 花と果実の美術館名画の中の植物屋坂処房。2010年。163ページ。ISBN 978から4から896949674。日経大人のオフ2018年7月号。日経 BP マーケティング。72ページ。原文エスチャーリーズ。看板のある大画の加工や入り絵を表す語、英語版原文。 ワンミルギブスヒムラピーテッドアパートニティ a ブチャーミングアワア s o 無生物主語を用いた表現で直訳は水車がホッペマに我々の目を繰り返し魅了させる機会を与えるとなる。ホッペマが描く水車が見事なので彼の絵を見る者が繰り返し魅了されるという意味となろう。小林より子は1662年から1668年頃のものとする。 事実関係はともかく本文は英語版の年代とした。池上秀弘、西洋美術史入門畜麻書房、2012年、136ページ、ISBN 978から4から480688767。ありがとうございます。